か踏ん切りがつかずにいる。それとも本心がここにたいとダダをこねるのか。動かぬ両足潰せぬ水ぶくれ、歩道橋の上転車と名付けられた鉄の箱が人と名付けられた有機物を運んだり引いたり踏んだり、それだけの光景。なんで吹き出した血液、まるでよく売れた桜の実みたいね。あなたにはあなたの人生がある。そっから根っから僕とは違う。一人称視点けれど主役は不在、不愛なしの消化試合。高みを目指すとは他ならぬ自分のための行為で、だから僕には生きる適性がないんだ。はぁ、馬鹿らしい。何億もの精子の補欠の一つ、この世に生まれたの時代で誓いなんだって、そうなんだって答えはもう出てる。ガムテープでうるさい口を塞ぐ、墓場へ持ってくための梱包作業、そりゃ傑作。笑う記憶もなく、それでいい、このまま犯してほしい。うっ高く積まれた漫画、だから見上げないの節が。外には賑やかな学童、ヘッドフォン弾丸の雨をしのぐとしよう。自分を愛せなきゃ人も愛せない、なんだその下手な嘘は。こちとらオートモードのソシャゲ、起動した人生とは別の何かを見てる。それが惚れた晴れたの類なら、二人が一つになった時、主役は僕で鳴らされる鐘。夢夢叶わない、夢塞ぐ、墓場へ持ってくための梱包作業。